すみたやチャンネル、スケスケスケルトーン、どうも皆さんこんにちは、祭りすみたやのおしんちゃんでございます。というわけで浜松祭りといえば御殿屋台、御殿屋台を賑やかに彩るのがお囃子ですよね。お祭りの準備期間になると町中のあちらこちらでお囃子の音が聞こえてきて、もうすぐお祭りだなって思う人も多いんじゃないでしょうか。というわけで今回は、泉組さんの方にお邪魔してですね、お囃子の練習をちょっと、見学させていただきたいと思います。はい、それではお囃子の先生にですね、ちょっとインタビューしてみたいと思います。今日はちょっとお囃子拝見させていただきましてありがとうございます。お名前教えてください。山本忍と申します。お名前教えてください。原田彩香です。ありがとうございます。もう教えられて何年ぐらい経つんですか。何年ぐらい経ちますかね。10年ぐらいですかね。はい。すごいですね。それじゃあもう今まで数多くのお子さん教えてきたと思うんですけど、そうですね、
あっちの方にいる中学生高校生みんなそうですね、はい、すごいですね。今年は何人ぐらいのお子様がお囃子に参加されてるんですか？2年生から6年生まで40名です。すごい多いですね。拝見させていただいてて結構熱心に指導されてたんですけれども、お囃子教える上でどういうところを気をつけてらっしゃいますか？そうですね、泉は元気で楽しく泉流にということで屋台管理の方から言われておりますので、とにかくそこをメインで、でもやっぱり演奏面はしっかり家元先生の直々の先生の方から教わったので、そこはしっかりやっていきたいと思ってます。お子さんに教える上で難しいところとかってありますか？そうですね、なかなか普段使ってない楽器が多いので、お楽器が多いので、それにまず慣れるというところが教えている上で難しいです。じゃあ週何回ぐらい練習してるんですか？週1回ですね、土曜日。はい、じゃあそれでこんだけできるようになるってすごいですね。やっぱり熱心なんですね。すごく大好きなので、演奏することが子どもたちがなので、すごくありがたいです、はい、ありがとうございます。じゃあ本番に向けて泉組のお囃子、ここをちょっとみんなに見てほしいなっていうところはありますか？やっぱり美しさと楽しく演奏している元気なところを見ていただきたいです。はい、じゃあ今日はすいません、ありがとうございました。皆さん練習お疲れ様です。みんなお祭りは好きですか？はい、あ、よかった。お囃子好きですか？はい。お囃子のどんなところが楽しいですか？お囃子のどんなところが楽しいですか？楽器とかを演奏できるところ。あ、すごい。どの楽器が一番好きですか？お太鼓です。お、お太鼓。もう、練習は結構厳しいですか、先生？はい、そうです。どんなところが厳しいですか？お太鼓とかが大きくないと怒ります。怒られちゃうんですね。じゃあどの曲が得意ですか？ノエブシです。なるほど。どの曲が得意ですか？七丁目です。お、みんないろいろあるんですね。どの楽器が一番難しいですか？舞太鼓です。なるほど。浜松祭りの本番で、たくさんの人に見てもらえると思うんですけれども、意気込みをお願いします。心を合わせて、素敵な音楽になるように浜松祭り盛り上げたいです。ありがとうございます。じゃあね、みんな本番当日も頑張ってください。はい。以上、子どもたちのインタビューでございました。ありがとうございます。皆さん、本番当日まで練習頑張ってください。毎週金曜午後3時 FM ハロー 76.1MHz、 伊藤圭介、中川慎介の覗き見レディオ、スケスケスケルトン。多分浜松の魅力じゃない、やなんかを大体探ります。メールは sk@fmharo.co.jp。 待ってます。